アナフシカドライアカセロス属に分類される昆虫。本種のみでドライアカセロス属を構成する。1925年に一旦絶滅したとされるも、2001年に再発見された昆虫である。最も希少な昆虫とされている。ロードハウトに分布していた。生態の大きさはメスで体長15センチメートル、体重25グラム、オスはより小さい。 この大きさのために時として、ランドロブスターやウォーキングソーセージなどと呼ばれる。体は細長く、頑強な足を持つ。オスには奇妙な刻み目がある。七節類には、基本的には、羽があるが、この種は羽を持たない。ロードハウトから約2 0トル離れた、ボールズピラミッドで、本種と類似した七節類の死骸が発見された。 2001年にはこの7不類の小規模な個体群が確認された。一方で、本種は体型がより頑丈で後ろ足の大腿部が、トゲが大型、ボールズピラミッド産の7不類は、本種よりも小型で、木の衛星ではないという比較的大きな差異も見られた。2017年に発表されたロードハウト産の本種の標本とボールズピラミッド産7不死類の 飼育個体の核 DNA とミトコンドリア DNA の分子系統解析では、詳細な解析結果を得るために、両者の標本がより必要としながらも、ミトコンドリア DNA の遺伝的差異が1%未満で、種内変異の範疇に収まるという解析結果が得られた。この解析から、ボールズピラミッド3個体群は、ロードハウトさんと長期間隔離されていたわけではなく、 比較的近年にボールズピラミッドに到着したことが示唆されている。この七節の行動は昆虫としては特に変わっている。オスとメスはある種のつがい状態を形成する。オスはメスの後についてメスの動きに合わせて運動する。つがいは夜間にはオスが3体の足でメスを包むようにして休息する。メスは低木の枝からぶら下がって散乱する。 孵化には9ヶ月を要し、孵化した妖精は初めは明るい緑色で昼間に活動するが、成熟すると黒くなって夜行性となる。なお、成虫は死んで時間が経つと茶色に変色する。ロード、ハウアイランドスティックインセクトドライアカセロス、オーストラリスこの七節は、かつてはロードハウ島では普通種であり、釣り絵として使われたこともある。 絶滅したのは1918年に、これは補給船マカンボがやってきた時であったが、この島にクマネズミが持ち込まれてすぐのことであった。最後の個体が確認されたのは1920年で、これ以降はこの種は絶滅したと考えられていた。1960年代にボールズピラミッド島庁に訪れたロッククライマーがロードハウナナフシの死体を発見した。その後、 数年にわたり、数個体の死体が発見されたが、生きた個体は発見できなかった。2001年、昆虫学者と自然保護団体からなる調査隊がこの島の動物症と植物症を調べるために上陸した。そして驚いたことにこの七不死の個体群を再発見したのである。それは一本のメロルカの低木の下で、個体数は、 極めて少なく20から30個体だけだった。2003年、ニューサウスウェールズ自然公園と野生動物局の調査隊がボールズピラミッドを再び訪れ、2組の交配中のつがいを採集し、1組はシドニーの個人的な飼育者に渡され、もう1組はメルボルン動物園へ持ち込まれた。最初は困難もあったが、無事に飼育下での繁殖は成功した。 最終的な目的は、この種を、ロードハウシ前再導入するのに、十分なだけの個体数の確保である。2006年現在では、飼育家の個体群は50ほどの個体と、負荷を待っている1000ほどの卵からなっている。2017年、沖縄科学技術大学院大学らの、研究グループが、ロードハウ島で絶滅したとされていたロードハウナナフシが、現在も20匹のロードハウナナフシからなる。 個体群として実際にボールズピラミッドに生息していることを確認し報告した。ありがとうございます。